ゲリラ。ゲリラは、ゲリラ戦、遊撃戦と呼ばれる、不正規戦闘を行う民兵、または、その組織のことで、パルチザンとも呼ばれる。ゲリラ戦とは、あらかじめ攻撃する敵を定めず、戦線外において、小規模な部隊を運用して、臨機応変に奇襲、待ち伏せ、後方支援の破壊といった、格乱や攻撃を行う戦法。 またはその戦法が用いられた戦闘を指す。なお、日本の警察用語では、上記と異なる定義がなされる。警察庁が発行する、警察白書では、施設などを攻撃する、大物テロを、ゲリラ、個人を標的とする、対人テロを、テロと区分している。もっとも、事件の中にはどちらに該当するか区分付きがたいケース、例、警視庁独身寮爆破事件もあり、 一般国民に対する広報では、テロゲリラと一括して取り扱っている。1808年からのスペイン独立戦争で、ナポレオン軍にこうして放棄したスペイン軍や、スペイン人民衆の取った作戦を、ゲリリラ、ゲリラ、グエッラ、戦争縮小時らで、小さな戦争を意味する、ペイン語の単語と呼んだのが、ゲリラの語源である。ただし、戦術としてのゲリラ戦は、 この語が生まれる以前の古代から存在していた。ゲリラによるゲリラ戦は正規軍による正規戦、特に海戦による決戦方法とは対極的な戦争形態である。一般にゲリラ戦は少数あるいは劣勢となった側が地の利や住民衆の支持を背景に小規模戦闘を効果的、反復的に実施することによって優勢な敵に対して消耗戦や 神経戦を敷いて、占領の長期継続を困難にさせることを目的とする。反面、ゲリラ戦だけでは短期間に決定的な軍事的損害を与えることは困難で、その間は優勢な敵側から正規兵ではない犯罪者、テロリストとみなされての弾圧や報復も予想されるため、長期の継続力が必要となる。同様の任務を遂行する正規軍兵士は、 ゲリラコマンドなどと呼び区別する。正規軍も必要に応じてゲリラ戦術を実施するほか、特殊部隊による広報格クランなどコマンド攻撃を採用する場合や、さらには前線での正規軍と非戦領地での市民によるゲリラが連携する場合などもあり、どこまでをゲリラまたはゲリラ戦と呼ぶかの明確な区別や分類は困難である。近代以降で、 代表的なゲリラ戦、またはゲリラ組織には、19世紀のスペイン独立戦争や、ボーア戦争、20世紀のアラブ反乱、毛沢東率いる八祖事軍、第二次世界大戦中の各地でのレジスタンス運動や、パルザン、東西冷戦期のアルジェリア戦争やベトナム戦争、キューバ革命、アフガニスタン紛争などがある。特に、パレスチナゲリラは、西側先進諸国で、 ミュンヘンオリンピック襲撃や多数のハイジック事件を起こして紛争の国際化を狙い連携したドイツ赤軍赤い旅団日本赤軍なども同様のゲリラ事件を発生させたゲリラ戦の代表的な理論書や教本にはウラジーミル・レーニンのゲリラ戦争毛沢東の遊撃戦論チェゲバラのゲリラ戦争カルロス・マリゲーラのなどがあるまた ゲリラ戦では、ゲリラ側が捕虜となった場合の待遇に、歴史的な議論があり、近代の戦時国際法の主題の一つとなっている。アフリカ分割において、ヨーロッパ諸国の軍隊に対する抵抗は、ゲリラ戦の形態を取ることが多かった。アルジェリアのアブデルカーデルや、西アフリカのサモリトゥーレの採用したゲリラ戦術、フランス軍を大いに悩ませた。ボー戦争に際して、 アフリカーナーはイギリス軍に対してゲリラ戦で抵抗したが、コマンドーの語源はこの時、イギリス軍と互角以上に戦った彼らの言葉アフリーンス語に由来している。これらのゲリラ戦術はヨーロッパ諸国軍を撤退に追いやることはできず、理論化もなされなかったが、後のアフリカの歴史に少なからぬ影響を残した。イギリス軍のトーマス・エドワード・ロレンスは第一次世界大戦において、 アラブ反乱を率いて、オスマン帝国と戦った。彼の取った作戦は、オスマン帝国との正面からの衝突ではなく、ヒジャーズ鉄道を進出規没に攻撃してより多くのオスマン軍部隊を鉄道沿線に貼り付け、イギリス軍のパレスチナでの進軍をしやすくすることにあった。彼の取った戦法は、各国のゲリラ戦術や特殊部隊に影響を与えた。近代ゲリラ戦を定型化したのは、 ニカラグアのアウグストセサル・サンディの将軍だった。サンディのは、1927年に、中ニカラグアアメリカ海兵隊を攻撃して、ニカラグア北部の密林や山岳地でのゲリラ戦争に持ち込み、国際社会やラテンアメリカ諸国の支援を受けて1933年に、海兵隊を撤退に追いやった。現代において、ゲリラ戦の有効性を実証したのは、 第一次国境内戦において、毛沢東が率いた中国共産党の皇軍であった。延安に調整した後の彼は、遊撃戦論などの著作の中で、それまでのマルクス主義における革命戦術の唯一の公式となっていた、都市プロレタリア法規戦術を批判し、山岳を根拠地とする農村ゲリラ戦術を理論化し、国境内戦と日中戦争で実践した。背景には、 中国史に数ある農民反乱の伝統があったが、毛沢東は単純に農民の数を当てにするのではなく、謙遜な山岳に士気の高いゲリラ軍が入って長期光戦の体を整え、それを一般の農民が支援するというスタイルを編み出す。第二次世界大戦では中華民国、ポーランド、ユーゴスラビア、ギリシャ、ソ連、フランス、スロバキア、フィリピン、ベトナム、 イタリア、ムッソリーニの失脚後など、数軸国の侵攻を受けた諸国で、占領軍に対するゲリラ戦が展開され、ヨーロッパのゲリラは、特に、レジスタンス運動やパルチザンと呼ばれた。これらのゲリラの主任務は、連合国軍の正規軍と連携し、戦線の後方で、破壊活動や、諜報活動をすることであった。ただし、中国とユーゴスラビアのゲリラは、 山岳地から勢力を拡大して都市の争奪にで乗り出した。対戦末期にソ連軍が東欧やバルト三国を占領すると数軸軍と戦っていたゲリラは国民の解放を求めてソ連軍相手にゲリラ戦を続けウクライナやリートアニア、エストニア、ラトビアではウクライナ放棄軍や森の兄弟による抵抗運動が戦後もしばらく続いた。第二次大戦後 脱植民地下時代に入ったアジアとアフリカの植民地や低開発国では社会主義の思想的影響の下で独立運動や反帝国主義闘争が盛んになった。中国では日中戦争中から日本軍に対するゲリラ戦を優位に進め第二次国境内戦に勝利した毛沢東の中国共産党が1949年に中華人民共和国を建国し、 社会主義圏、東側諸国に加盟した。その中で、宗主国を相手に独立戦争を開始する人々も現れた。独立戦争のほとんどは、ゲリラ戦の形をとり、中でもアルジェリア独立戦争、第一次インドシナ戦争、ベトナム戦争では、フランツ・ファーノンやホーチミンとボーグエンザップを理論的、指導者としたゲリラ戦が重要な役割を担った。独立後、主として、 アジアで、もう拓殖主義の思想的影響を受けて、社会主義革命を目指すゲリラが起こったが、大半が失敗し、中国の影響下にはないキューバのフィデル・カストロと、チェゲワラの反則ゲリラが成功を収めた。その後、ラテンアメリカでは、キューバ革命の影響を受けて、新米独裁政権、軍事政権に反対するゲリラが起こされるが、後に、世界各国のゲリラの教本にもなった。 ゲリ戦争でゲバラ主義が標榜した社会主義革命のために都市のプロレタリアによる放棄ではなく農村ゲリラ戦術を主要路線とするゲリラ闘争は1967年10月にゲバラ自身がボリビアで戦死したとにより重大な挫折をきたしたその後ラテンアメリカにおける革命運動は1968年のペルーにおけるフアンベラスコ・アルバラード将軍の 社会主義を標榜したクーデターや1970年のチリにおけるサルバドール・アジェンデの平和革命など1973年9月11日にチリ革命がチリクーデターによって終焉するまでゲリラ闘争以外で社会主義を達成しようとする動きに移したがチリクーデター後には IMF や世界銀行による構造調整を受け入れた軍事政権に対して 再びゲリラ戦争が開始された。この種のゲリラ闘争は1979年のニカラグアでのサンディニスタ革命度成功するものもあったもののグアテマラ内戦の諸勢力やコロンビア革命軍、センデロルミノソのように多くは敗北するか、長引く内戦ですべての当事者が疲弊し、さらに冷戦が終結すると、かつてゲリラ側が掲げていた社会主義の大義は大きく歪み、 1990年代になると、その一部は、麻薬取引に、資金源を乱すようになった。なお、ニカラグアのコントラやコロンビアの右翼民兵組織、パラミリタリーのように、新米右派であり、アメリカ軍や CIA に援助、教育を受けていた、紙幣組織もまた、ゲリラ戦、と、テロリズムを戦術として多用することとなった。また、後継のキプロスにおける、 エノシス運動も、毛沢東などのゲリラ理論を踏まえたものであった。また、同時期の世界的な脱植民地化の潮流の中でも、西ヨーロッパ最貧国であり新植民地主義を行うほどの実力を持たなかったポルトガルは、植民地を手放さなかったため、ポルトガル領アフリカでは、アミルカルカブラルやアゴスティニョゲと、エドワルド・モンドラーネ、サモラ・マシェルに指導された独立を目指す、ゲリラ部隊と、 ポルトガル軍の戦いが続いたポルトガルの植民地戦争。アジアとアフリカには国内少数民族による独立要求が多くある。その一部もゲリラ戦の形で戦争を行っている。ただし、アルメニアに支援されたナゴルノカラバフ軍のように経済的、政治的余裕があればゲリラ戦よりも正規戦に耐える正規軍を編成することの方が多い。 南ベトナム解放民族戦線、いわゆるベトコンにしても、ベトナム戦争後期、特に、テト構成以後には、ソ連、中国、北ベトナムの強力かつ弾力的な支援によって、正規戦にこらえうる装備と部隊を獲得していたとする説もある。逆に、ヒズボラのように意図的に、正規軍主攻を持たず、あくまでも、装備と兵力を、ゲリラ戦主体に止める組織もある。ただし、 同組織はイランから強力な支援を得ており、シリアが事実上の補給拠点となっている。さらに、強力な外国軍と戦うアラブゲリラがある。パレスチナ解放機構、PLO などをはじめとするパレスチナのゲリラは、アラブ諸国が第三次中東戦争でイスラエルに敗北し、さらにエジプトのサーダートがナセル主義から転向して1977年に、 イスラエルと和平を結ぶなど、アラブ民族主義路線に重大な挫折をきたしてから、イスラエル領内に越境攻撃を行った。パレスチナゲリラは、社会主義を理論的支柱としていたが、アフガニスタンでは1979年に侵攻して、北ソビエト連邦に対して、社会主義そのものの失墜もあり、従来ゲリラ戦術の理論的支柱だった、社会主義ではなく、 イスラム主義を背景としたムジャーヒディーンがアメリカ合衆国の援助を受けてゲディラ戦で抵抗した。またアラブ諸国の一つであるレバノンではシーア派イスラム原理主義組織ヒズボラが同国南部を占領していたイスラエル軍に対してゲディラ戦及び自爆攻撃を展開し2000年に同軍撤退という一定の成果を上げた。メキシコでは ナフタ発行の1994年1月1日に多国籍企業の進出や補助金により圧倒的な競争力を持つアメリカ合衆国産の農産物、事実上のダンピングの流入によりメキシコの農家やインディを先住民に出業を宣告するようなこの協定の締結に対してマヤ系先住民を主体としたサパティスタ民族解放軍 EZLN が 最新州のチアパス州ラカンドンから反乱を起こした。EZLN は従来のゲリラ戦術が目指した国家権力の奪取を目指さない全く新しい形のゲリラ闘争を繰り広げ、チアパス州にて自治を行っている。21世紀に入り、タイテロ戦争の文脈でアフガニスタン侵攻やイラク戦争が勃発したため、イスラム主義者による アメリカ合衆国や有志連合諸国に対するゲリラ戦がアフガニスタンやイラクで展開されている。テロリズムをその闘争主眼としたゲリラ組織にはタミルイーラム解放の虎などがあるが対テロ戦争の開始以降はテロリストという言葉はイスラム主義ゲリラと同義の言葉として要される傾向にある。都市ゲリラは1960年代に ブラジルのカルロス・マリゲーラが提唱したもので、都市において、軍隊と警察に簡単なく小襲撃を加えることで、ある。ゲリラは普段は住民に紛れ、住民にかくまわれて潜伏している。都市ゲリラは、活動の開始時こそ、世間の沈黙を集めたが、小規模で、散発的なテロリズムを超えることはなかった。例外的に成長したのが、ウルグアイのツパマロスであったが、ウルグアイ政府が、 内戦状態を宣言するとこれも激しい弾圧を受けて頓挫し、いずれもなほどの身を伴わない結果に終わった。先進国にも都市ゲリラを標榜し実行した組織は多いが、それだけで戦争の一類型というほどの規模になったものはない。キプロス独立に際しては、ゲオルギオスグリバス率いるエオカと呼ばれるギリシャへのキプロス併合をも求めるギリシャ人過激派が、 中流英軍とその家族に対して攻撃を行い、後にトルコ系住民や独立運動に関心を示さないギリシャ系住民をも標的とした。キプロスは強硝な島国であり、調整のように敵の攻撃を避けて逃げ回れる土地は存在しない。また、併合運動の精神的、物質的な支えであるギリシャとは地中海をもって遠く離れており、トルコの方が近距離、 ギリシャからの効果的で絶え間ない軍事的支援を受けることは実質不可能であった。このため、エオカはゲリラ戦というより、テロリズムに近い作戦を実行した。作戦そのものは成功したが、彼らの本来の目標であるギリシャ併合は達成されなかった。また、独立後、こうした行動がトルコ系住民の反発と怒りを買い、トルコ系住民独自の民兵組織が結成された。 エオカの更進、エオカビーと呼ばれるとトルコ系民兵組織は激しく衝突し、1974年にはトルコの軍事介入、こちらはキプロスと短距離であることを生かしての正規軍主体の上陸戦となったと、キプロス北部の占領によって、トルコ系住民だけの国家、北、キプロストルコ共和が建国され、キプロスは分断国家という副作用に苦しめられることになった。 ゲリラ戦は正規軍同士の戦争で劣勢が明白な側が敗北を認めずに続行する延長戦として用いることが多い。強国にとってゲリラ戦は弱い敵を屈服させにくくする障害でしかない。しかし弱者にとってゲリラ戦は侵略に対する有効な戦法であり、中にはゲリラ戦によって独立を勝ち取った国もあるインドネシア独立戦争など。 近代戦時国際法、国際人道法の形成期には、両者の対立があり、1874年のブリュッセル会議、1899年のハーグ会議で争われた。この対立は、ゲリラ戦に従事した者が戦闘中、または非戦闘中に敵に捕らえられた時の捕虜待遇と直結するものである。ゲリラ戦否認は、 ゲリラ兵を凶悪な殺人者として処刑して良いとする主張道を開くが、ゲリラ戦を承認すれば、ゲリラの戦闘参加が犯罪とみなされることはない。両者の妥協として生まれた諸条約は、基本的に後者の立場を取るが、民間人保護のために制限を課した。ハーグリク戦条約は、責任を持つ長を持ち、遠方から認識できる気象をつけ、公然武器を携行し、 戦争の放棄と慣例を遵守する民兵、義勇兵は抗戦者資格を持つと定めた1条。また、占領地の人民が敵の接近に際して軍を組織する暇なく、公然武器を携行し、戦争の放棄と慣例を遵守するときには、これもまた、抗戦者資格を持つとした2条。条件は、非戦闘員たる住民と戦闘員たるゲリラ兵を区別し、 一般住民を装って接近してから突如武器を取り出して攻撃を加えるような配信を防ぐ意義を持つ。しかし、これらの条件は満たすことが難しいだけでなく満たした場合においても敵国から戦闘員としての権利を否認されることが多かった。ゲリラは制服や気象を着用していない場合が多く着用していても敵に制服。 ととしての効力を否定されるる。ことが多かかったからである、あ第二次世界大戦後、植民地からの独立のために、ゲリラ戦を遂行する組織に抗戦者資格を与えようとする動きが高まり、ジュネーブ条約第一議定書で、正規軍とゲリラに区別なく、抗戦者資格を与える定めが盛り込まれた。同議定書は、敵側の承認の有無にかかわらず、政府、 当局の下で武装され組織された集団を軍隊と定め正規軍と非正規軍の区別を廃した43条一項一般住民との区別のためには攻撃準備行動中に敵に見られている間と交戦中に公然と武器を携行することを条件とした44条この拡張を勘案しても都市ゲリラが戦闘員として認められる余地はほとんどない 条約が課した条件を満たさない状態で戦闘した兵士が敵に捕らえられた場合、捕虜として偶されることはなく、その戦闘参加行為は犯罪として裁かれる。非捕獲者は戦争犯罪者として扱われ、権限のある裁判所に抗争して、その処遇を決定する。ゲリラの権威をかけたれた文民は、法的には文民とみなされる第一追加議定書。 第五十条第一項。また、独立性及び公平性を有する裁判所に下された有罪判決によらずして刑を執行してはならない。第二追加議定書第六条第二項。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。